あるところに3匹のかわいい子豚がいました。しっかり者の子豚と優しい子豚、元気いっぱいの子豚、3人ともとても仲良し。ねえねえ、最近怖い噂を耳にしたんです。なにそれ？狼が私たち子豚を狙って食べてしまうらしいんですよ。狼って聞いたことあるけど、私たちが生まれてから見たことないよね。もう見たことない。その見たことない狼がもしかすると来てしまうかもしれないんです。狼に食べられないために丈夫な家を作らなきゃ。皆さんどんな家に住んでるんですか？私はね、ふわふわ柔らかいものが好きだから綿菓子の家に住んでるの。美味しいし、ふわふわだし、最高。綿菓子の家？誰でも簡単に入れちゃう。この家で狼から身を守ることができるのかな。綿菓子の家いいね。でしょでしょ。私の住んでる家はね、私毛糸で遊ぶのが大好きだから毛糸のお家に住んでるんだ。あったかいし、遊べるし、最高。え？毛糸のお家？確かに暖かいかもしれないけど、これじゃあ狼に入られてしまう。大丈夫大丈夫、狼なんて怖くない。へっちゃらへっちゃら。本当に大丈夫かな。まあ噂だから狼が来なければいいけど。私を呼んだかな？わあ、あなたは。俺様は狼、お前たちを食べて俺様と同じ狼にしてやる。食べると狼になっちゃうの？斬新だな。わあ、狼だ、どうしよう。そうだ、この毛糸のうちに隠れよう。そうしよう。よいしょっと、これで大丈夫。こんな毛糸、一吹きで吹き飛ばしてやる。それ。うわあ、毛糸のうちが一緒に飛んでいっちゃった。今度は私のうちに逃げよう。うん。待て待て、どこまでも追いかけてやるぞ。よし、これが私の綿のうち。このうちに隠れよ。それ。くんくんくん、ここら辺から子豚たちの匂いがするな。ここに隠れてるのか。よし、また一吹きで吹き飛ばしてやる。うわあ、またお家が吹き飛ばされちゃった。どうしよう。大丈夫、私のお家は丈夫にできてる。だから二人とも私のお家に逃げましょう。うん。待て待て、必ずお前たちを捕まえてやるぞ。ここが私のお家です。うわあ、なんて素敵なお家。すごくしっかりした作りになってるね。はい、とっても丈夫な木を利用して作りました。さあ早く、家の中に狼が来てしまいますよ。狼、大丈夫かな。家吹き飛ばされちゃわないかな。お、今度はここに隠れたか。よーし、この家も一息で吹き飛ばしてやる。それ。あれ、吹き飛ばない。もう一度。それ。ダメだ、もう一回。苦しい。ああ、狼が息を吹きかけてもびくともしない。丈夫な家だね。開けろ。開けるもんか、早く帰れ。もう一度。ダメだ、クラクラしてきた。今日のところはこれで帰るとするか。ああ、よかった。狼が帰っていった。ちゃんと帰っていったみたいだね。よかった。綿の家や毛糸の家だと狼に吹き飛ばされてしまうかも。戸締まりはきちんとして安全に暮らそうね。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そう。
そう、動画のここにあるアイマークをタッチすると朝ブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも